晴れている時が続くような季節の時には5700円以上の節約効果あるんじゃないかなというふうに今は感じています。バッテリーの電気が溜まったので電気需給をまあ開始したということがこのグラフから分かります。夜は電気を買っていてお昼ぐらいから電気を自給できています。足りない時には送電網から自動的に切り替えて電気を供給してくれるので、まあ、不便なく無理することなく生活できたっていうのもこれで具体的に分かったかなというふうに思います。今回の動画は電気代が節約できる電気自給ユニットエクストラ5000、これを取り付けて1ヶ月間でどれぐらい電気代が節約できたか、こういったことを検証したいと思います。導入前後の電気料金の違いはどうなるのか、晴れが少ない梅雨時期でも効果はあるのか、電気自給ユニットを導入した時のコストはどれぐらいでペイできるのか、そういったことを検証したいと思います。電気代節約やオフグリッド生活に興味がある方のお役に立てば幸いです。電気自給ユニットとは何ですか？はい、簡単に一言で言うと最安の電気を自動で切り替えて家に電気を供給してくれる機械です。ソーラー発電している時には0円の太陽からの恵みの電気を使う、曇りや、夜、そういった場合には通常通り電力会社から電気を供給する、そういった装置ですね。さらにバッテリーがあればバッテリーからの電気を夜などは家に電気を供給する、それを自動で行ってくれる、まあ、賢い装置です。電気自給ユニットの導入の仕方や実際に使っている雰囲気などをお伝えしている動画があるので、詳細が気になる方は概要欄よりご覧ください。電気自給ユニットを導入してどれぐらい電気代が節約できるのか、あわよくば電気代0円生活、電気を自給する生活ができるのかどうか、そういったことを検証します。では洗濯機回しながら電子レンジも回してみたいと思います。はい、こんな感じで冷房も使えてます。ソーラーパネルが十分に発電してその電気を家庭用蓄電池に貯めています。今は自動的に特に何もすることなく送電網からの電気は切断されてソーラー発電のみで今動いています。検証3日目の朝です。電気メーターはこのように 5001.8kWh を示しています。これは昨日と全く変わりません。電気自給ができたという証拠です。はい、では早速ですが結果を発表したいと思います。はい、2024年の6月分の請求金額は3659円でした。そして前年の6月が7244円だったので節約できたのは3585円でした。で、この電気料金を深く分析していくと実際に前年は7244円で 277kWh の電気を使っています。基本料金などもあると思うんですが単純に 1kWh あたりの電気代を計算してみると 26.15 円となります。で、今年の方は電気料金が上がっているので単価も実は上がっているんですが 107kWh の電気を使いました。で、電気料金が3659円です。なので 1kWh あたりは 34.19 円でした。それでもこれだけの差額がつきました。電気料金を計算している期間がよく見てもらうと5月28日から6月24日というふうになっています。で、実際に電気自給ユニットを取り付けたのは6月4日からなので厳密には丸々1ヶ月の検証結果とはなってはいません。じゃあ1日ずつで見ていくとどのぐらい削減されてますか？そうですね、日別で見れるので見てみたいと思います。こんな風にして5月28日からのカウントになるのでここら辺は取り付けてないところです。6月4日から電気自給ユニットを取り付けてます。1日目はバッテリーをつけていない状態でしたね。ですので夜の電気は結構使っていたので 6.8kWh ほど使っています。6月5日からバッテリーを取り付けたのでこの日は 0.7kWh の電気を買っています。6日の日はゼロなのでクリックできない状態です。グラフでも全く出てきません。ここは太陽光のエネルギーだけで自給できたということです。これから分かるようにバッテリーに電気を貯めていれば夜電気使う分を自給できるっていうのが分かると思います。そして8日から
9日、10日、11、12、ここら辺はできるだけバッテリーを枯渇させての反応を検証したりする動画を撮影するために結構電気を無理して使ってたので、ここは完全自給とは言えませんが、それでもかなり電気使用量が少ないです。で、6月9日が 4.3kWh なので、それを見てみるとちょうど雨の日で日曜日だったので、一日中家にいて電気を使っているというような形ですね。そのようにして見ていくと、6月2日はまだ電気自給ニットを取り付けてない日曜日でしたが、この時も曇りで一日中家にいたので 10.5kWh を使ってます。この時は電気自給ニットつけてなかったので、通常の電気使用がだいたいこれぐらいだということです。そして6月15日他の撮影のために実はソーラーパネルを2枚減らしています。この6月15日以降はソーラーパネルが6枚、つまり 2kWh のソーラーパネルで、ずっと運用をしています。6月15日は 2.6kWh を電力会社から買ったということになりますね。天気自体は19日から実は雨がずっと続いています。6月19日が 1.8kWh ですね。ここら辺からずっと雨が続いていて、6月20日は 2.8kWh というふうな形で電気を買っています。太陽が出ていない時には無理せず、普段の生活特に何も気にしてはいなかったんですけども、そういった形で太陽が出ていない時でも電力自給ニットが勝手にバッテリーの量などを考えてくれて、できるだけ電気を買わずに自給できるような仕組みになっているというのがここでわかると思います。うちの電気使用に関する環境を簡単に解説すると、6人家族です。そしてたくさん電気を使用することで言えば EV 充電があります。毎日するわけではないんですけど、たまに家でも充電しています。それと昼にあまり電気を使いません。なので蓄電池に昼間の発電した電気を貯めて、それを夜使うというふうな使い方になっています。前回コスト計算をしてましたが、その結果はどうでしたか？そうですね、結果だけでいくとペイできていないっていうふうになると思います。前回ですね、1ヶ月に蓄電池ありの場合だと5700円安くなる予定だったんですね。ですが今回は節約額が3585円でした。これは一つの要因に、まずは電気自給ユニットを取り付けた期間が6月4日からだったっていうのもあると思います。で、1ヶ月の電気料金自体は5月28日からなので、つけてない期間が約10日間近くはあるかな、そこが一つだと思いますね。ですので、節約額がそれに達していなかったっていうのが考えられます。もう一つはやはり梅雨時期だった、太陽があまり出ていなくて晴れていなかったっていうのもあると思います。ただ逆に言えば、晴れている時には結構自給できるような数字になっているので、このグラフを見ていただければわかると思いますが、晴れている時が続くような季節の時には5700円以上の節約効果あるんじゃないかなというふうに今は感じています。余った電気は売電されてるんですか？そうですね、売電はされていません。逆潮流とかっていうふうに言いますけど、逆潮流や売電はされていません。確かに使うよりも多くソーラーパネルが発電をすれば電気が余ってしまうんですけども、バッテリーがついている場合はバッテリーの蓄電池の方に充電されます。それでも残っている電気っていうのは基本的に受け付けないようになっています。この電気消費量のデータから見ても分かる通り、マイナスになっているところは一つもないですね。なのでそういったところから見ても分かる通り、売電はされています。曇りや雨の日は電気自給ユニットは効果はないですよね。はい、太陽が出ていないので、効果ないだろうっていうのが一般的な考えだと思うんですけど、このデータを見てもらうとすごく分かりやすいです。まずは天気を見ていきましょう。6月19日が曇り、20日は雨、21日が曇り、22日は雨というふうに4日連続で完璧に晴れている日がありません。このような状況でどれくらい電気を買っているのかっていうのを見ていけば、電気自給ユニットの効果があるかないかっていうのが分かると思います。ではグラフを見ていきましょう。6月の20日雨の日ですね、深夜の0時から12時ぐらいまでは実は電気自給ができています。グラフを見てもらうと電気を買っているところが全然ありませんね。もちろん朝ご飯を炊いたりとか電気を使うシーンはあったんですけど、お昼ぐらいまでは電気を自給できていたということです。で、じゃあ前日をちょっと見てみると、
この日は曇りだったんですが、逆にこの日は12時までは電気を少しですが買っています。その12時の後は電気を買っていないのがこのグラフからも分かるので、ここは電気需給できていますね。このグラフから分かることは、お昼までに太陽が少し曇り空でも出ていて発電をしていて、バッテリーに電気をずっと貯めていって、バッテリーの電気が溜まったので電気需給を開始したということがこのグラフから分かります。なのでお昼12時からはバッテリーからの電気とソーラーパネルの電気で電気を自給できているということですね。6月21日でこの日は曇りなんですが、夜は電気を買っていて、お昼ぐらいから電気を自給できています。曇りでもそれなりに太陽の光があって、見えますよね。なのでそういった少しの明るさでもソーラーパネル自体が発電して電気を自給できているというふうなことがこのグラフからもわかります。で6月22日も雨なんですが、前日のバッテリーが残っていた分と午前中発電した分を足してお昼の12時までは電気を自給できています。このようなことから、曇りや雨の日であっても少しは電気自給ができているということがわかると思います。今回の検証を通して、晴れの日なら電気は自給できるっていうのが革新的に分かりました。そして曇りや雨の日であっても部分的には電気自給成功しているっていうのも分かりました。特に気にすることなく普段通りの生活をしていても、電気需給ニット自体が自動的にソーラーからの電気に切り替えたり、バッテリーからの電気に切り替えたり、あとは足りない時には送電網から自動的に切り替えて電気を供給してくれるので、不便なく無理することなく生活できたっていうのも、これで具体的に分かったかなというふうに思います。無理せず電気を自給する生活っていうのを、この電気需給ニットエクストラ5000なら始められるなというふうにも感じました。そういったことが具体的に数字で見れたので良かったなというふうに検証を通して思いました。今回は以上です。動画が面白かった、役に立ったという方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。